大阪府大阪市西口与崎三丁目中に1何とも言えん負けで何とも負け終了1-2-4番で7安打3-5番で内野ゴロ8あとは自動アウト太田森西側しか打てないならそこ並べる以外難の戦略も立てられんで正直5回までの感じだと早川にマダックスやと思ってたから最後まで勝負になっただけマシやなトーマスはトーベとグラボースキーを足して割った感じがするなまあ今がそこやエース明けに怒涛の快進撃が来ると思っとくわ中継ぎがいいのにな先制点取れよなれお前らの理想のスタメンはどっかで大きく勝ち越すげつないと今年は悪いことばっかりこと書かなくて面白くないもんな西川は長打増やそうと思ってフォーム変えたのが失敗だったんだろうな頓宮は去年の良い時を追いかけすぎてる去年の前半までの強引な引っ張りがなくて怖くないまさか若月がここまで打てなくなるとは2年前は落とせたのに今は落とせなくなってるこの判断ができない差かもしれん頓宮は来年までは我慢するわただ杉本は能見さんにも言われてた通りいい時に何が良かったわからないままにしたのが今だから困るセデーにおらんし長打期待できるのおらんから頓宮と杉本はおるだけやなご視聴ありがとうございました。